佐部重政は、安土桃山時代の武士、豊臣秀治の家臣。佐部淡路守、牧田淡路守としても知られる。永六2年、佐部伊豆守の子として誕生。伊豆守は、三好長慶に仕え2万8000国を治療していたという。当初は、三や安永に仕える。後に安永の養子となった豊臣秀治に仕え、その馬回り組頭となり、 終わり国内に二千国を賜った。天正十八年十月に、従後した、淡路守に助任され、豊臣生を賜った。天正十九年二月二十八日、千利休の茶の湯の弟子だった茂政は、利休の切腹の際に見届け役の一人を務めた。一説には解釈は茂政が行ったともされる。文禄四年七月十五日、主君、 豊臣秀治が改役された際、高野山で秀治の解釈をした後に殉死した。去年三十七。治温院達中女屋に葬られる。解釈の際に使用された刀とされる名、なんと住み金坊兵衛、まさじの達は兄、六左衛門の手に渡ったとされ、これを子孫が伝承し、現在は博物館、大阪城天守閣に寄贈されている。姉妹の少女が、 池田俊孝の母、糸姫に使えそのまま病死したが、俊孝が糸姫の様子を尋ねる手紙を自筆で少々に送ったという。子、重吉は、外祖父、佐野津奈に養育され、徳川家康に故障として召し出されて、旗本となり、大見国内に八百国を賜った。ありがとうございます。